お疲れ様です。ビリーザブートキャンプで一世を風靡しまして、世界中でかどうか分かりませんけども、まあ、日本でも売れてましたよね。でね、ビリーザブートキャンプなんか言いにくいんでビリーキャンプに言いますけども、ビリーキャンプで儲けた人ってのはビリーキャンプが一番じゃなかったんですよ。あの黒人のねインストラクターの方が一番じゃなかったんですよ。誰が一番儲けたかというと、ここ書いてますけども、ビリー・ブランクスって方ですよね。これはビリー・ザ・ブートキャンプの考案者であり、プログラムの指導者として活躍したと。ビリー・ザ・ブートキャンプの DVD の販売やビデオの販売で莫大な収益を得たと。まあつまりプロデューサーですよね。この人がビリーをコマに使って一番稼いだということらしいですね。だからビリーは、顔役と言いますかね、まあこのプログラムの単なる出演者だったんですよ。ただ有名になったことによってビリーが個人的な活動であっちこっちの取材を受けたり、インタビューを受けたり、雑誌の記事にね寄稿したりとかで、プラスアルファの収入を上げた部分はあるでしょうね。はい、次、スーザン・パウエルって方です。この方はビリーザブートキャンプのインストラクターとして活躍したと。ビリーザブートキャンプの DVD やビデオに出演して自分自身のダイエットプログラムを販売したということで、ビリーザブートキャンプに参加してインストラクターとして、まあ知名度を上げて、今度は自分のねダイエットプログラムを販売してオリジナルで稼いだって感じですね。まあ例えて言うと、六本木ヒルズのなんかヒルズクラブにね入塾して自分の速稼塾を立ち上げた私みたいなもんですかね、やっぱりね虎の意を狩る狐みたいな感じです。でもこの稼ぎ方が基本ですよ、やっぱり。力の強い人のそばにいて、その人のノウハウで、しかもその人の影響力を受けて独立するみたいなね、のれん分けってやつですよ。まあ他にもいるんですけども、紹介はこの辺にしときましょうか。だから有名になって稼いだ人を指を加えて待つんじゃなくて、じゃあね、ビリーザブートキャンプを超えるプログラムを作りましたとかね、ビリーザブートキャンプで失敗した方用のプログラムですっていう風な、ちょっとこうね視点をずらして拾っていくっていうビジネスはこれからも通用するんじゃないかなと思いますね。それじゃあ。